はい、じゃあお願いします。いや、これうちの学園の経費で間違いないんですかね。いやなんとか。あ、学長お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。あ、よかったら座って。ごめんね。あ、休憩中ごめんね。いや、大丈夫です。実はね、この間ちょっとまあ話はしたんだけど、宮城の方の女子大の方で男子学生も受け入れようかっていう話があって、で、うちの方でもそれを検討しているんだけど、どうだろう。いや、いいんじゃないですか。もう賛成ですよ。やっぱり最近は LGBT とか、パートナーシップ制度とか、その性男女、男性男性と女性女性のそういう結婚とかありますからね。同性婚とかもあるもんね。ありますからね。そうだね。私は反対です。そんなの受け入れられるわけないじゃないですか。いや、だってねえ、男性の方も一緒にうちの学校に入ってくるわけでしょ。まず第一、トイレとか更衣室とかどうするんですか。トイレとか更衣室とかは会長うちのお母さんや、だからそこに一応話はしてあるから大丈夫。新しく作るってことですか。そう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 。経費はやっぱりね、今時の女子大の経営が苦しいから、やっぱりこれから先いっぱいこう男子学生も入れてあげないとね、やっぱりいけないかなっていう話を、うちの母親とはしてるのよ。いや、しかし、いや、ちょっと理解できないですよ。他にもだっていろいろな問題がありますよ。だってもうそもそもうちの女子学生が黙っちゃいないと思うんですよね。やっぱりそういった方がいるっていうことはちゃんと説明しないといけないと思います。ほら、心が女の子だよ。はい、で、その女の子はやってくるんだよ。だから女の子じゃん。いや、でもやっぱりねえ、そういった方がいるっていうのはちゃんと公表していただかないといけないんじゃないですか。公表はだってやっぱりその強制力がかかっちゃうから良くないんじゃない。いや、そういうもんなんですかね。そういうもんだと思うわよ。じゃあ学園側はそういったこの人が LGBT だとかっていうのは把握するんですよね、もちろん。なんとなくかな。だから一応女子だとどうしてもね、その辺は気になるかもしれないけど、それは、心の問題だから、やっぱりこっちの方ではやっぱりその、一応その男子学生も入れてあげようかなと思ってるんで。診断書とか出さないんですか。診断書はだってどうしても強制力がかかっちゃう。いや、でもそういうわけにはいかないでしょう、さすがに。いやいやいや、やっぱりね、そこは強制力になっちゃうから、やっぱりこう学校としてはその、今時ほら面接でもパワハラとか言われたりいろいろなのがあるじゃん。いや、でも学校側できちんと把握しないといけない。すいません、いいですか。はい、実は私元女なんですよ。女性から今男性としてこういう、生活してまして、この職員を使わせてもらいまして。で、診断書提出してないじゃないですか。そうだよね。そうですよね。だからもうそういうのなしで受け入れましょうよ。そうだよね。はい、だから薫なんだ。薫が海岸で、ゆりなんですよ。ゆりだからちょっとそうです、どちらでも捉える仲間にしようかなと思って。そうなんだ。そういうこともあるよね。そうですね。女なのに男の気持ちの場合もあるし、僕も実はそうだな。そうなんですか。いやいや、それ見たらわかるでしょ。そう？そんな驚くことじゃない。全然わからなかった。男なのに女の気持ちっていうやっぱり。そうですね。だからね、うちの前に行ったらね、すごくね、それはね、賛成してくれた。だからそこの発案自体が僕の案だよな。そうですか。じゃあもう。その方向で進めようか。その方向で行きましょう。じゃあ今から行きましょう。じゃあ2人で行けばね。2人で行けば強い。大丈夫です。はい、行きましょう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。はい、ありがとう。ちょっと待ってくださいよ。
こんな感じで。はい、はい、はい。どんな記事の内容とか、どんな記事ですっていう紹介と、なぜこれを選んだかっていうことと、まあ、あとはもう、どっか。人じゃないんですけど、あれなんですけど、どうしたら成果はどうか教えてくださいっていう、まあ、結局、投げっぱなしの記事になります。赤い系、ちょっと気になりますよね。赤い系、大丈夫みたいな。怖い、怖い、怖い。どうやって歌いがしようと思ってたの。いや、もういろいろとできると思います。アリになろうかなとか、そういう、まあ、アリになってもいいちょっとだけ下がってるんですか。それ一応ね、女子で初めて男子の大会で優勝できるかどうかって、ね、年齢が高い人は就職できたクジラ肉のイメージがあって、あ、アリのやつは、冷えた、アリが来た、男性が女子大に入学した、女子大に、もしくは女性の社会進出ですね。はい、が、いい人、はい、おお、いい人、はい、認知症に優しい図書館、はい、作家の人のやつ、はい、アリ。女子大に男子学生が願書を持ってくるところからスタートですよね。そしたら何を語らせるつもりなのかなっていう話題として、内容としてどういうことを触れていきたいかなって今考えてます。この要は受付のジムの中にトランスジェンダーが実はいたっていう推しとしては、まあ、その女子側的にそういう人が入ってくるのは、はい、でもこういうことがなかったので、うん、まあ、分かりやすい、分かりやすい、テーマはね、結構重いんで、向こうもそうなんですけど、テーマ多いんですよ、僕は。意外とやりだすと重たい。やりにくいです。夢くらい、夢くらい。まあ、普通にここで食べてて、来るんじゃないですか。来月の、12日の日曜日。いやー、12日の日曜日。休憩してるとこ少ないで。お疲れ様です。私学生が、うちの女子大に入りました。あ、そうです、そうです。すみません。ちょっと整理させてください。はい、男性が女性に、うちょっといきなり急に大きい声とかも出るところで、そっちの方がいいかも。実は私もね、うちに来た。見たら分かりやすい。でもコンちゃんの立ち位置がだいぶしっかりして、うん、あのメリハリはあるよね。あの、どうしたくの。でもっと盛り上げた方がいいのかなって思って、ここでちょっと口論話して、はい、待ってました。逆に、はい、突っ込んでくれ、もうちょっと早く切れなくなって、また来ないかなって思って、この辺が多分ちょっとあるから、はい、本当、まあ、ちょっと軽い記事でやろうかなって思ってたとこあったんで、結構重い記事来て、ありでやろうかなって思ってたとこあったんで、結構重い記事来てどうしようかなって思ったんですけど、まあ、ちょっと間にいくつかこういうセリフをっていうのがあったんで、やっぱりなんとか作れたかなっていう感じはありますね。何回やってもやっぱり、なんだろう、お話作りとかって結構難しいなって思うんですよね。やっぱり見てて面白いっていうか、楽しいものを作るってなって、やっぱりそのストーリーの中でも、なんか、なんて言うんだろう、変化とか、そういう、まあ、起承転結であったりとか、そういったものを、まあ、作るのも必要ですし、ね、なんか何回やっても慣れないなと思いながら、そう、はい、即興でおしぼりするのは結構楽しいなと思うんですけどね。はい、あ、でも、いや、もう僕は割と安易にそう考えてて、そうか、ニューハーフの人出したらいいのかとかちょっと思ってたんですけど、そういう単純な話でもないなと思って、触れたらいけないことがいっぱいあるじゃないですか。そこは突っ込まないんだとかいろいろあって、そこは笑いにしちゃいけないとこだとかいろいろあるじゃないですか、やっぱりね。それで、なんかもうちょっと引っかかりがあるような気がしてるので、もったいない感じがするんですね。うん、なんかあったような気がするんで、忘れてるのは多分3日ぐらいしたら思う。あれ入れとけって言ったら3日ぐらいしたら。ありがとうございました。ありがとうございました。